FC ママリのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレディオ始まりました。この番組は FC ママリスタッフの家内りょうちがパーソナリティを務め、 FC ママリに関する情報を中心にさまざまな角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。前回は南海放送エサシさんに出ていただきました。月の5週目はスペシャルゲストということで、エサシさん2回目の登場になりました。なんでエサシさんに来ていただいたかというと、エサシさん南海放送昨年までは実況してくれてたんですけども、今年から放送局が愛媛朝日さんに変わって、彼は実況の仕事をもう命かけてやってたっていう話から1回目の話でした。今回、いろんなご縁で長野線の実況になったっていうところの背景だったりとか、実況への思い、そして久々の念願だった実況の仕事っていうのをいろいろお話ししていただきました。それまでの実況するまでの準備とか、メモ書きとかっていうのを放送でたくさん話していただきましたし、別途、他の収録もしてですね、話止まらんなっていうのが江差さん、そんな印象でした。前回の放送を聞かれてない方はラジコでも聞けたりしますので、ぜひご視聴ください。さて今回もゲストをお招きしてわしゃわちゃと進めていきます。月の1週目は、FC マモリのバックスタッフの方に登場していただいて情報をお届けしていきます。本日のゲストはアースランドから久保田さん、お願いします。よろしくお願いします。お願い、久保さん緊張とかしないタイプですよね。してます。あ、するする。もう噛んだ。もうするもうする、はい、これもアースランド、僕たちの、FC マモリ今治夢スポーツの、久保田さんはスタッフでもありますが、なんでアースランドが FC マモリとが何になっているかっていうところも含めて、アースランドってどんなところかを久保田さん話してもらっていいですか。しまなみアースランドは、今治市さんの土地といいますか施設ではあるんですけど、指定管理っていうのをうち、夢スポーツが受けてまして、で夢スポーツのスタッフが運営をしているというところになります。12年前に公園が開園して、12年前なんや。そうです。ちょっとの間市役所さんが管理してたんですけど、うちが今、管理をさせてもらってます。それの管理のもうトップトップの久保さんですよね。トップオブザトップ、トップオブザトップはここからもちゃんと社長が、いるんか。いるので。なるほど。ちなみになんか久保さん、その今治夢スポーツでスタッフとしているけども、アースランドで働いてるのは、これなんでアースランドで働いてるんですか。働いてるんですかって聞くのもあるけど、アースランドの環境教育っていうものを、アースランドが売りにしてるといいますか、すごく大事にしてるところなんですけど、そこでその環境教育っていうのに興味があって、働かせてもらってます。前職は何でしたっけ。保育士です。保育士なんですよねだから今環境教育プログラム、もちろん子供から大人までも参加できるけども、別に、この後も話してもらいますが、森っ子、小学校幼稚園含めて、そういう意味ではなんか子どもたちに何かを伝えたりお話しするのが好きなんですか。そうですね、やっぱりこう自分が働きかけることで、すごく子どもの目が輝く瞬間があるというか、やっぱりそれを見るのがすごく好きで、で、もちろんちっちゃい頃の記憶ってもうずっとなかなかこう続かないっていうのもあれですけど、新しくいろんなたくさん楽しいことが上書きされていくので、でもなんかのこうふとした時に、あ、そういえばアースランドの人こういう風に言ってたなとか、先生こう言ってたなっていうようなことがいつかこうなんかのきっかけであるといいなっていうのを思いながら、こう未来を描きながら働くのが好きでめっちゃいい話してる、はい、そんなええ話この番組求めてないんですか。求めてるか。求めてすいません。そもそも公園のお仕事ってどんな、はい、今環境教育 のインストラクターとかの話ありましたけども、公園の仕事ってどんな仕事するんですか。そうなんです。保育士ですって言ったら、ってやっぱりなるんですけど、やっぱり公園で働いてますって言うと、え、何してるの。あ、はい、
公園って何、うんうんうん、って言われるんですけど、うんまあ、皆さんがこう想像する、まあ、公園の、うんまあ、管理、はいまあ、それこそも芝を刈ったりとか、はい、草を引いたりっていうことから、アースランドは、うん、貸し出し、部屋の貸し出しとか、うん、場所の貸し出しっていうのもしてるので、はいはい、そこの予約管理であったりとか、うん、やっぱりお客さんがたくさん遊びに来てくれたり、犬の散歩とか、うん、時々ウサギとかも見るんですけど、そうね、いろんなこうペットたちの散歩の場所として使ってもらってるので、うん、そういうお客さんたちがこう困ってないかなっていうようなことを巡回して見ていったりっていうことも仕事の大事な部分で、うん、でさっき金井さんが言ってもらったように、うん、環境教育プログラムっていうものとか森っ子っていう、うん、うちが夢スポーツが大事にしている環境教育っていうののインストラクターっていう仕事も私たちの一個大事な仕事になってます。いろいろ芝刈ったりの話ありましたけど、よく僕らねバックスタッフで週1回っていうのは各グループの情報共有っていうのはするんですけど、はい、一時今ちょっとあれやけどイノシシもたくさんねその柵をどう作るかとかよく覚えてます。もちろん覚えてる。もうイノシシの話ばっかしてんなみたいなたくさん出るんですよね、あそこね。そうなんですよ。ちょっともうそれこそ本当に去年はすごくて掘り返しが、うんうん、実際にアースランド来てもらってるお客さんは、うんうん、うんうんそうよねってなるぐらいなんですけ ど、ね、本当にここ畑にするんですかっていうぐらい綺麗に掘ってくれるんですよ。何探してるんですか。やっぱりなんか微生物みたいなの探してるんですか。微生物さすがにちょっと口に入らないなと思うんですけど、はい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 芝生の中にやっぱりそのちっちゃい虫がいて、うん、それを芝生を剥ぎ取ってそこの虫を食べてるらしいんですよね、うん、でもあの量ってすいません写ってないし写真ないんで申し訳ないですけど、うん、もう本当芝生広場半面ぐらい、うん、もう大きい。だからなんかサッカーじゃないフットサルの、はいはい、コートの広さぐらい掘り返された時には、うん、これもお客さんに教えてもらったんですけど、うん、もうこれ遊んでるねって言われて、掘ってるの遊んでるって言われて、もう困りますね。困るんですね。それはなんかなんていうかな、お花植えてるところ掘ったりとかもする。それも、ね、そうなんです。チューリップの球根のところを掘られたりとか、うんうん、もうみんながこう遊べるような広い芝生広場だったりとか、はい、川のほとりだったりとか、ふわふわドームで飛んでったりしてはしてない。あーもしかしたらしてるかもしれない、まあ、公園の安全安心な運用しないといけないから、そこちょっと柵作ったりとかして管理をしてるってことですよね。はい、それも一つですね。アースランドの大きさってどんぐらいですか。34.9 ヘクタールらしいんですけど、はいはい、どういうことって思うじゃないですか、うん、頑張って調べて、はいはい、東京ドーム約7個分、うん、7個分でも想像つかないけど、うん、まあでも分かりやすい、分かりやすい、何ヘクタールというより分かりやすいですねなんですけど、ものすごく広い土地なんですけど、実際にお客さんに使ってもらってる部分っていうのは11ヘクタールで、うん、もう3分の1ぐらいしかないんです。でその11ヘクタールをお客さんが、うん、自由にというか安心して遊んだり散歩できるようにっていう整備を普段してるんですけ ど、 なるほど、ね、その入れない、うん、制限区域で、はいはい、その自然と触れ合ってもらおうってしているのが、森っ子っていうその幼稚園とか保育園さんの幼児向けに行っている環境教育プログラムで、なるべくこう手つかず の、 自然の中で遊んでもらって、その体験を後に生かしてもらうっていうことで、制限区域にあるんです、ね、はい、そういう施設を作ってます。森っ子はどんな人にどんなものをなんか提供してるんですか。例えばさっきあったなんか小学校、全小学校に案内してますよね。環境教育プログラムっていう方、うん、プログラムが、
もともとというか、富良野自然塾っていう、はい、倉本壮さんが主催 の、はい、うん、あの塾があるんですけれども、はい、そこのインストラクターを岡田さんがしていて、うん、で今治の方にも、はい、あの持ってきてるんですけど、うん、その環境教育プログラムっていうものが、今治市の、うん、小学校5年生が、皆さん受けに来てくれています、はいはい、でただそのプログラムっていうのがインストラクターが話しながら、うん、こう地球の歴史を案内するんですけど、はい、やっぱ幼児さんにはちょっと難しいっていうので、ね、幼児向けに作り直したといいますか、幼児向けに体験をしてもらいたい、うん、自然と遊んでもらいたいって作ったのが森になります。でそれが幼児さん向け、うんうんうん、でも小学校の低学年の方にも家族で利用してもらったりもしてます。はい、なるほど。その環境教育プログラムのインストラクターを資格取るのも大変なんですよね。これが北海道に研修行って、はい、みんな泣きながら帰ってくるようなこれ富良野の人見てないけど大丈夫か、富良野まで届きますけどねやっぱりしっかりと そうですね皆さんにちゃんとその、うんうん、倉本壮さんの作品というか、うんうん、それからの環境について考えてもらうっていう一番大事なところがよりよく伝わるようにっていうので、私たちもしっかり勉強をさせてもらって、うんうん、はい、大きくなって帰ってきてます、ね、アースランドグループは。いやだからもうアースランドの皆さんがインストラクターするのを僕は企業の皆さんにこう久保さんにやってもらったりとか、うん、はい、いろいろ僕らがこう連携してお客さんにご案内したりするんですけど、はい、久保さんとか他のアースランドメンバーのこうスイッチの入り方がえげつないからもうすごいすごい、なんか学んで、ね、いろんな研修を経て、そうですね、もう最初そのスイッチが入らなくて、うん、もうやっぱ泣きましたね。泣いたそれ何、自分悔しさが、いやもうやっぱりもう なんてある意味こう、うん、演技の領域といいますか、うんうんうん、そうっすよね、演技っすよね。でもやっぱり自分の言葉で伝えないと、うん、こう子供たちにとか、うん、その企業の皆さんには伝わらないし、うん、はい、うん、でもその伝えたい思いっていうのがちゃんと伝わる言葉で伝えないと、うん、こう響かないというか、うん、せっかく時間もらってるので、うんうんうん、いい時間にしたいっていうのあるので、やっぱりもうそのためのこっちのより良い表現方法というか日々鍛錬してるわけですね。日々頑張ってます頑張っ、今日も収録10月の4日で放送日があさって6日の金曜日なんですけども、はいはい、今夕方に収録してますが、はい、朝2時間ぐらい、はい、8時から8時から子供たちと一緒に、はい、環境教育プログラムしてきました。さすが、さすが疲れますわね。すいません、お疲れ、とんでもないです。なんかその他その環境教育プログラム、これって森っ子も含めて、はい、なんか体験したいって人がいたら連絡アスランドにしたら体験できるってことですか。はい、ぜひ予約いただいて、うん、でやっぱり秋とか春は皆さん、うん、たくさん予約をいただくので、うんうん、ちょっとお待ちいただくとか、はいはい、別日にしていただくっていうことも多いんですけれども、うんうん、はい、まずは電話いただけたらと思います。ぜひ学びの場にもなると思いますし、はい、家族とのコミュニケーションもなるかもしれないし、ね、横のつながりもあるかもしれない ね、ぜひ体験してほしいなと思いますが、このアースランドで他、まあ、環境教育プログラムも盛り上がったりっていうのももちろん事業としてやってるけども、はい、他なんかイベントとかってもうやるんですよね。そうですね、やっぱり公園の周知といいますか、うん、公園を盛り上げるとか、はい、もう地域のための公園っていうのもあるので、うん、地域の皆さんに公園を利用していただくっていうようなことを前提に、皆さん多分よく知っていただいているのがアースマルシェ、マルシェね、はい、だったり緑化フェアっていうようなものだったり、うん、で季節、うん、の行事といいますか、うん、ご家族さん向けには先日はお月見会であったりとか、月見会、え、お月見会で月みんなで見ると、はい、見ました。え、見たんですか。あ、私この前の
9月30日に実施したんですけど、うん、ちょっと曇り空で、なるほど、でもちょっとだけ見えたんですよ、はいはい、本当に少しだけ、はいはいはい、だからみんなで、あ、よかったねって言いながら、お団子を自分たちで作ったお団子を食べながら、お団子作ったの、はい、なんか作るの好きですね。アースランドやっぱりあの体験っていうのを大事にしてるので、やっぱこう自分たちでこう作ったりとか、うん、まあ、食べるとか、うんうん、こう感覚を使うとすごく自分のこう心が動くというか、なるほど、はい、でそこをやっぱり大事にしたいので、まあ、ただただ見て綺麗だねっていうよりも、うんうん、こう家族でちょっと協力するとか、うん、そういう部分を入れながら皆さんに楽しんでいただくような、うん、なるほど、イベントをやってます。僕が最近体験したのであったのポテトーロをやりました。ああ、そうですね、あれはあの、ね、勢いでやらせてもらいましたが、里山スタジアムの試合の時も入ったの試合に飾ってくれたりとか、はい、結構面白い取り組みを、ね、イベントをたくさんあるってことですね、はい、なんか食べるのだから森っ子でもね、はい、火をそうですね、これからの時期はあの焚き火をしながら、ね、はい、基本的にはできないけど、その森っ子の事業としてはやっていいってことですよね。はい、なるほどなるほど。あ、そうなんですよ、公園なので。公園やからね。そう聞かれるんですけどね、うん、キャンプできませんか、うん、みたいなことは、ね、はいはい、そうなんです、公園なので牡蠣がね使えないんですよ ね。そう、そういう人をやりたい人はもうあのタイニーガーデンのフェスティバルの、うんうん、あのキャンプサイトで買ってもらったらできるというので、まあ、こう収録の後やからちょっとどうなるか分かりませんが、なるほどね、アースランドだから今後もイベントたくさん増えていくっていうことですよね。そうですね、頑張っていきたいなって。コウさん今後なんかこのアースランドなんかどんな風にしていきたいとかあるんですか？なるほど、アースランドは、うん、今こうコロナが明けてといいますか、うん、はいはいはい、やっぱりいろんなお客さんが利用してくれるようになっているので、うん、もちろんあの今から秋なのですごく気持ちのいい季節になるので、はいはい、うん、たくさんお客さんが来てくれる、でもっと来てくれる、で、うん、ただただこう散歩とか、うん、あのまあ、自然との中でぼーっとするっていうのももちろん大事なんですけど、うん、やっぱりそこで環境とあの自然と自分っていうことだけじゃなくて、うん、次は人と人、自分と人っていうようなこう少しコミュニティ的な、うんうんうん、そういうところも人と人ともで自然と人ともこうつないでいけるような公園になったらなって思ってます。めちゃくちゃ思い強いじゃないですか。そんな、そんな思い強かったんですね。いやいや強い、トップオブトップ、トップオブトップなんですね。やっぱりなるほど、はい、ぜひあのこれいろんな体験ができるってことは、これは情報は、そうですね、アースランドのホームページであるとか、うん、インスタグラムであるとか、はい、あとあのアースランドに来ていただいたら、はい、あのチラシとかも配ったりできるので、うん、ぜひ足を運んでいただいたり、うん、ウェブ上でもチェックしていただけたらと思います。じゃあ久保田さんにも会えるってことですよね。あ、そうですね、そうですね。私そんな価値ありますね。いやいや、あるでしょ、あるでしょ。久保さんの話聞きたい人もあのいると思う。このラジオを通して、ぜひあの予約を、あ、それも予約久保さんも予約せん、予約してぜひあのアースランドの事業をぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。本日のゲスト、アースランドから久保田さんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。